あ、行きました、行きました。あ、よかった。ここですげえな。会場外でもこの状態です。なんかそこは近畿の人が、あ、でも年配の方が多いかと思ったけど、そうでもないって言われる世代の方が、そうですね、はい。みんな待ってんのかな。そうですね、これ多分ね、始まるの。ごめんなさい。なんか東京とか日本にこんなに団体があったんだっていうぐらい上りの数がすごいですね。本当ですね。はい、すごい数です。これは歩道に行った方がいいですね。会場に入りきれません。いやいやいや、すごいですね。みんなでも始まるの待ってる。そうでしょうね。入りきれなくて、まだ増えてます。あ、本当っすね。兵庫から来てます。いや、もう全国から来てますね。Thank you.
ちゃいましょうか。はい。すいません。兵庫からですか。はい、兵庫。本当ですか。アイドブルチェと申します。ちょっとお話させていただいていいですか。このために今日兵庫から皆さん、はい、朝、はい、朝8時から何人ぐらいで今日から120人120人ですか、バスで。いや、新幹線。120人なるほど。じゃあ、兵庫とかでもデモとかされたりする。いや、まだデモはないんですけどね。サムラクリニックの会場でこういうスタイルクリニック診療所にそういうのがあって、署名を集めて。関西の方どうですか？やっぱ皆さん心配されてますか？心配しますよ。食べ物はね、多分東京の方の方には心配するんですけど。あ、そうなんですか。うん、みんなのんきやなと思って。それなんでですかね。やっぱりあれでしょう、開けることができるから。水でもね。なるほど。そうなんですよ。だからもうあれでしょう、勉強するとね、内部医学があるでしょう。子どもたちが世界で弱い子どもたちが確実にね、被爆していくっていうことのスローガン。なるほど。じゃ先生としてはもうどこの場所も関係なく子どもたちの影響を受けるんですね。もちろん東の方の方が強いですよね。だからその外部被爆のことは書かれてるけど、水とか空気とか埃とか食べ物とかで、その何倍も感じるんで、それが出てこなくて、まあ、当面の間は安全だと思ったからね。何年後かほとんど心配ですね。そうですよね。そういう相談来られる方とかいらっしゃる？向こうからね、こちらに来られたりね、それから転勤で東京に行くんだけどどうしようかって言われて、それから食べ物を赤さんにね、何やされたりかって言って、関西でもあるんですよ。そうですよね。そうですよ、そうですよ。母乳から出ますからね。そうですよね。出てましたしね。出てましたしね。本当に東京のお母さん方っていうのは、考えれば隣に置いてですね。で、目をつぶるか、中間に来るか。なんか本当どっちかですね。どっちかですね。目をつぶるかね。それとももう、声を出すか。でも、まあ、そうですね、今日のこの集会ご覧になっていかがですか？すごい人数です。すごいですよね。すごいですね。やっぱり、さらすと報道されるとね、あ、自分と一緒の人が、みんなにこんだけおるんやいうことでね、みんな勇気になるんですよね。それが、今まではね、本当にこう誰かが言っても、あれ、そんな人知らないなという感じでね。そうですね。実はみんなが心配してて、みんながどうかしたいと思うのがあって、今の日本の、まあ、お母さんとの本音だと思うんですよ。そう、時間されました。やっぱり短いに、ね、みんなで、これだけ人が集まるよね。それじゃ報道されなかったら踊るぞ、本当ですね。本当ですね。今日こそは、はい、発信してください。はい、ありがとうございます。じゃあお互いに今日は頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい。みんなお揃いの。120人新幹線です。すごいですよね。新幹線で兵庫から。素晴らしいです。素晴らしいです。あとは会場に近づくのはこれでか限界かな。そうです。そうです。そうなんですか。浜岡原発入るんですね。はい。あ。お。おあ、はい、あれですか、何かの使われたかあの4月23日に、復興園でね、まあ、入る、浜岡原発入るの集会がありまして、それに向けてちょっと作ったんです。ってことは、今日静岡からですか？そうです。何人ぐらいで？
5、6人ですね。あ、そうなんですか、はい、皆さんでこれもそうですね、そうです、なんか団体とかそういう活動を、あ、一応静岡県の高校の職員です。あ、そうなんですね、はい、今日ご覧になっていかがですか。すごいですね、すごいですね、ちょっとびっくりですね、はい、全国からみたいですね、はい、やっぱり今日は来ようって前から。はい、まあ、そうですね、できればカメラで行きたかったですけど、ね、やはりね、なかなか子供3人大学行ったりするには奥様がね、夜を過ぎないアルバイトしてたんです。今日もやっぱ面白いです。あ、そうなんですか、お子さんまだ、いえいえ、もう卒業しまして、一応仕事をしました。でもね、今日いろんな方いらっしゃって、はい、終わった後はね、できればちょっと良かったよ、行こうかな、子供のところに、あ、こっちに、そうですね、練馬に長男長女一緒に住んで、地方県民お医者さんでもここには、まあね、やっぱ浜岡がね、放射能の活動大変ですからね、そうですよね、身近な問題ですね、大丈夫ですか。ちょっと離れて伊豆半島の方ですね。あ、そうなんですね。ただ偏西風が吹くとどうしてもやっぱ放射能がね、伊豆半島のまま流れて、ね、福島見たってね、思った以上になんかな、あの北の方にね、流れて、そこの風の向きがありますからね、日本全国どこも北の時は、ありがとうございます。今ちょっともう黄色い傘が、はい、もう黄色くなってありがとうございました。警察が動き出しました。そろそろ始まりそうです。あ、本当にちょっと雲行きがありますね、これが持ってほしいんだけど、でもちょっとね、お天気が良くなったら良くなったで、無理でしょ、無理でしたね。でこっちの子供も
あ、本当ですね。あ、さっきの団体です。あ、本当だ、お医者さんチームですね。本当だ、お医者さんチームが加わりました。合流です。
ケツが見えない。ちょっと歩道に出て流れを取りましょう。すいません、ごめんなさい。兵庫県からお疲れ様です。1000人超えました。おー、すごいですね。こんなの初めてです。行きたいところ。
なんか序列がいろいろあったみたいですけど。いやいや、これ待って、ちょっと動きましょうか。歩道をゆっくりと、今のところ、はい、いや新宿近くなるとどうなるかわからないですけど、人が多くなると警察も厳しい、新宿の方行くのはこの子、そうなんです。今のところゆったり、ゆったり、のんびり、お散歩気分で、左折ですね。涼しくていいですね。すごいいい風が吹きます。ちょっと私上行ってきます。分断なしですね。なしですね。しかもすっごいマンションの数が少ないですね。そうですね、なんか自由な感じがして、ちょっと幅が狭いけど、でもこれとでもって感じ、どこあれがケツかな。あー、ちょっと途切れてますね。
チーム2万人ってことですかね。あ、なるほど。6万人だと。なるほど。そうですよね。そうかもしれないですね。iPhone にズームがあったら、うーん、そうですね、くれる人ってすごいありがたいんですよね。本当に、うん、それは言えますね。すごい疲れると思うんですけど、やってる方は、うわ、さらに増えた。いや、まだまだ来ますね。だって1チーム2万人ですもん。合流しましょうか。はい。
あ、本当ですか。この辺一帯がそうなんですかね。そうですね、元気がある、だから下がってるんですね。ここからなんかちょっと分断されるかもしれない。そうですね、大きな道がある、あと旅行生活をガシ口に向かってか。両脇がお休みで残念です。でもいたらいたで人が多くて動けないかもしれないですけど。4丁目。
これはこっちですね。あれ、あの子昔サンミュージックだったところ、ね、あ、はい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 、はい、年代バレちゃいました、ね、岡田由紀子そうだそうだ、そうですね、今名前変わってそうですね。モノバレです。これえぐっていかないとダメですね。絶対代々木まで行くとありますよね。ありますよ、ね、よく歩きますよね、結構な距離だと思いますよ。結構な距離だと思います。信号が多くなるから、あー、で人も多くなるから、徐々に、徐々に増えていくでしょうね。1丁目まだこの辺は、あたりまで進むか、1丁目あたりから、ああ、かもしれない。客も、そうですね、増えますよね。飲み屋も多いし、さっきのゴールデンの方たちはだからこの構成なんだ。地元どうか。そのまま帰るじゃん。
あ、ここはフリーなのか。まだいない。いないですね。ってます。いいの。あ、徐々に追いついてきました。はい、みんなにアピールしたいですね、この。あ、そうですね、それだけだと寂しい感じ。そうそうそう。徐々に疲れが来てるだろうと思います。ね、最初の公演で疲れちゃいますあと更新待ってる間結構時間あると本当に辛いですから ね、 私あの周りすごい自動販売機とか探したんですけど、あ、ないでしょ。なかなかお水が売ってなくても売り切れとかね。ああ。だからみんなね、水分とかも、そうですね、売ってない人とかもいるじゃないですか。日本青年館があるんで、そこに結構いっぱい自販機が並んでるんで。ああ、そうなんですか。コンビニ入ったらもうレジまですごい行列。そうじゃない。そうだね、もう諦めちゃいました。ああ、この人数だとそうですよ。そうなんです。サッカー観戦とかそんなの変わんないから。変わんないの。それ以上ですよ。もう6万人なんて国立競技場のキャパを超えてます。そうですよね。かもしれないです。待ってみます。子供たちを守ろう。
そうですね。
私もこっち通るかもなかったですね。ルート変更なんか変更させられてますね。あ、でもそっちに戻るだけじゃないですか。まもなく新宿駅です。
てるのないです。南口です。はい。なんかでも今日人少ないですか？ああ、かもしれないですね。何連休だからですね。どうなんでしょうね。こっちは、あ、どうかな。高島屋から混んでてもおかしくないんですけど。そうです。通りが狭い。工事してんだ。すごいですね。ターミナル工事。まだやりますか。え？ああ、本当ですね。すごい、この新宿駅をバックに。新宿駅です。帰りかな。
そうですよね。じゃないか。明日平日ですからね。
じゃあ再度これだけ集まってことはもうないということですね。そうですね、もう流れ解散なんですね。あ、そうですね。あ、本当ですか。あ、本当ですか。じゃあどっかでずっと流してますか。流すというか止まって。そうですね、長いですか。前の方だと思います、お疲れ様でした。この辺は日陰かな。もうちょっと先の方がいいかな。元気だ。この辺ですかね。すれ違いがいいですね。そうですね。エールの交換をし合ってて、いいですよね。ね、Yeah.
終わってたらパイロン片付けてるから続くみたいです。そうですよね、はい、そういうことはだいぶ空いちゃった。空いてますね。あそこの交差点が大きかったです。結構こねえな。長いですね。長いですね。そうですよね。2万人ぐらいいなきゃいけないんですよ。そうか。
それと4席ぐらいだと言いますね。来た来た、声がしてきました。来た来ました。他のコースかも。そうですよね、ここにいるとは限りない。でもすごい、ここ水晶がまだ続くんですね。綺麗だったんですね。本当ですね。
こういう子まで。ねえ、かわいい。大出身。
そうですね、うん、一気に来るとまた違う。そうなんですよね。聞こえてきた。前だとね、あの一般の人とあの、まあ、そうですか、分かんないですよね、でも、あそこはね、もう、デモ関係者しかない。
時間気をつけてください。あ、そうですね、っていうか、今日3時までここに立ってなきゃいけないですかね。まあ適当な答え見て。そうですね、待ってる方も大変ですよこれ。そうですよね、そりゃそうですよ、広場でまだまだかまだかって出発、うん、2車線ぐらい変えたら。法律にあるんですよね、3メートル以上広がって。
また今日の力を明日からに生かして本当に結束を立てるまでみんなの力で運動を進めましょう。
原発をお互いに100回にしていきましょう。みんなの力を合わせて、何とかの本当に原発を止めることで、共同して協力をして頑張ることができますから、どうぞご期待ください。
Thank you.
来しろ。福島県民に来来しろ。子供の居場所を出して、Thank you.
暑いですよね。でも、ね、それ以外はみんな。あ、そうなんですか。みんな同じところに集まってる。Thank you.
ですか。どこどこさん頑張ってください。ありがとうございます。自分で作ったんですか。マジですか。入ってほしいよ、ちゃんと。ええ、中継中。生中継。もう、これから鎌倉の方に帰る。朝平日ですよ。いや、もう、みんな大変ですよ。
ださいカート君はもう乗れ先発いらない以前はもう乗れカナダーラ先発いらずにはもう乗れ放射能を止めろ放射能を守れ依存をやめろふるさと帰せ原発危ない まだまだ続きます。セアル・キャスロー・セフト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 ・
まだ終わりませんね。Thank you.
いや大丈夫ですよ。大丈夫。いや大丈夫。
大変お疲れ様でした。ここが改札地点です。流れ解散をお願いします。自動遊園まで、自動公園までですね、車とですね、